先週、おっしゃってましたね。あんな、あ、はい。はい。話したいしたことがあると。忘れてました。<laughs> <laughs> あの、行ったか行かないかで言うと。はい。行きました。えーついに。マジで行きました。 あの、江口さんもね、あの、おっしゃってたんですけど、いや、でも、意外とおっしゃるのもわかるくらい、あの、一回リスケになるみたいなことおっしゃってたじゃないですか。あ、この日にしましょうね。あ、じゃあごめん、この日無理だけど、じゃあ別日にやっぱしようみたいになる、みたいな、おっしゃってたじゃないですか。なりそうでしたけど、あの、無理やり持ってきました。うわ力技やあの、ソーさんの方もやっぱお忙しいんで、そうね。僕の方が、 この人、この人、この日、だったらどれがいいですかもしダメだったら、この人、この人、この人、どうですかうわもう逃げられねえだえいやいやいやめちゃくちゃ怖あの、相馬さんが嫌いやだったらそうなんですけど、あの、候補日を複数出してくれたら、どこか行けると思うよ。結構、何時、何時以降だったら特に何曜日は空いてるみたいな。あ細かく指定してくれたんですよ。うわだから、さすがですね。これは、ちょっと強く言っても大丈夫だなっていう感じで。まあね。 あの、複数候補を言って、あの、決まったんですよ。ついにこの日だと。ついに。いや、もう僕ドキドキですよ。あの、やっぱりもう憧れの方ですから。そうですね。ずーっと言ってたからね。はい。初めてなんだもんね、初めてです、本当に。うん。で、お店選びも、あの、やっぱり、あの、やったのやりました。うわーた、やったんですけど、 あのー、こことこことここだったらどこがいいですかこことここだったらどこがいいですか <laughs> それ選んでねえよ。<laughs> なんかじゃあ、の、チキンになっちゃって、<laughs> ここにしましょうここにしましたじゃなくて。<laughs> ああ、なるほどね。複数やっぱなんか。まあまあ、最初ですから、それぐらいの。いらない気を使ってください。甘えは、うん、いいと思いますよ。で、結局、うん、相馬さんの行きつけの店になる。まあ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 、いいんじゃないですか <laughs> 頑張った方ですよ。情けないなと思って。はい。ちょっと電話だけ俺がしようと思って。まあ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 。え大丈夫です。電話はします。つって。は予約だけ俺がしたんですよ。はい。その結果、行きつけの斎藤聡馬だったら、うん。個室であっただろうところを、はい。僕、上西は知られてなさすぎて、はい。個室じゃなかったんです。はははは。 電話の時に確認しないよ個室でお願いしますって言ったんですけど、開いてないですって。開いてないかいや、まあね、行きつけの人のために残してるっていうお店も多いですからね。そうなんですよ。で、まあ、あの、当日仕事終わりでいらっしゃったんで、僕が最初に入ってて、あの、まあ、カウンターみたいなことなんですよ。そこに、僕が一人でいる分にはいいですよ。相うさん入ってきて、もう、 上西は知らんけど。<laughs> そうなんだ まあまあ、それはもうね、常連じゃないですから。僕はね、初めて行くとこですから。はい。僕が提案した見せてもないところにまっちゃって結局。申し訳ないっていう気持ちもありましたからんですよ。で、まあそこでしばらく、あの、夜のだいたい8時ぐらいから。はいはいはい。飲み始めたんですけど、後半ちょうどいい時間ですね。はい。そこで、まあしばらくお話ししてる時に、あの、やっぱり、その、店主さんの方が気を使ってくれて、あの、個室愛っ 相いなので、個室<あ>の,の方でって,って,って。あ、いいじゃないですか。言ってくださって、まあ、そこまででも、やっぱり結構、その、盛り上がってはいたんですけど、うんうん、やっぱり、僕、声がでかいんで。そうですね。<laughs> ずっと声でかいから。 そこは否定してほしかったですけど。いや、もうずっと声でかい。どこ連れてっても声でかいから、元気だなって思って。あ、よ、良いことですけど。けいい、い飲んでる分にはすごいやっぱり、ヤサオマさんとかって言う。<laughs> <laughs> うわ、やだやだ <laughs> 名前を呼ぶないや、さすがに呼ばないですよ。あ<ー>うん。っていや、なったらやだなと思って、僕もさすがにね。そうね。あ、そこまでのギアはあげない。あげないで、うん。いや、そうなんですよね。あ いや、そうなんすよ、みたいな。こんぐらいのテンションで。はいはい、まあまあまあ、まあ。頑張って喋る。頑張ってた。やっぱ抑え,抑えつけて。抑えつけて。さっきの、いやいやいやいと同じで。<laughs> やっぱりだから、相馬さんも、こいつ本当 思っってのか <laughs> 個室に入った瞬間いや、違うな、まあまあ、本当に好きなんですよっていう話から、そこからちょっと大きくなって。スイッチが入って。スイッチが入って。ってお酒もね、進んできたことですし進んできて。いや、僕ほとんど普段お酒飲まないんですけど、うんあ。その日、あの、僕史上、 一番酔っ払って。いや、いいことですよ。本当に人生で一番酔っ払って。うん、あのー、覚えていたかったはずなのに。<え>後半ちょっとあんまり覚えてないっていう。はしゃ、好きな先輩を前にはしゃいじゃうパターンや。ま、でもちょっとタダ、ただけいたと違って。は <laughs> おい、人と比較すんなよいや、やっぱりね、同期なんではいはい。あのね、ただけいたは、酔いつぶれると、うん、まあ、うん ちょっとね、ご迷惑をおかけするタイプのやつなんですけど、ね。<laughs> 僕はそこだけは絶対。オブラートに包め、オブラートに。<laughs> <laughs> まあ、それをね <laughs>、うん、でかい子で言うとさすがにさらにね、まらそ進んでない結果になりますけど、まあまあまあ、僕はそこはちょっと、最低限お店と、相馬さんだけはごめんはかけないようにしよう。そこだけは守って、帰った後に死にましたけど。うん、ああ、まあね、それぐらいね、楽しかったってことだよね。まあ、どっちの良い方もね、僕からしたら可愛いなで、終わりますから、全然大丈夫なんですけどね。はい、はい。で、ここまで言うと、僕だけの一方的な気持ちだと思われるじゃないですか。はい、そうだと思ってます。<laughs> 悲しいですけど、まあそうですよね、うん、一般的な見方としては。うん、だから、相馬さん、当初、うん、あの、僕が、あの、相馬さん、あの、今日、明日もあると思うんで、うん、あの、全然、あの、良きところで、終わりにしましょう。うん、初めてですしっていう、ことを言ってたんですよ。うんうん、あじゃあ、そうしようかな。僕も、あの、終電ぐらいで、じゃあ、帰るよ、みたいな。うん ことおっしゃってて、まだだ8時ぐらいからね、飲み始めてって言ったらしい。まあまあちょうどいいですよね。はい、終電ぐらいまで。で、終電近くなってきてて、大丈夫ですかそろそろ終電ですけどみたいな、最初おっしゃられてましたけど、全然大丈夫。でももっと面白いから飲もうよみたいなこと言い始めて、あの、結局、朝4時ぐらいの。いや、飲みすぎだよ。8時から4時まで。飲みすぎだよ。相馬さんと差しで飲めるそんな差しで喋ることある たんですよ、これがしかも、同じ、あったのよえ、同じ店で同じ店で味変しないで味変しないでいやいやいや、味変しないで8時間きついよって思うじゃないですかうん。めちゃめちゃ楽しかったいや、相馬さん側もね、めちゃめちゃ楽しんでくれて、うん。その後、飲み終わった後に、もう帰、さすがに帰ってほしいと思ってたんですけど、帰ってほしいてあの、帰れよじゃなくて、あの、次の日が心配だから。うん。 いや、もう全然なんか、お腹も空いてきたし、牛丼屋でも行くとか言ってて、<laughs> ソーアさんがチェーン店の牛丼屋行くことあるんだみたいな。行くやろいや、でも、ほぼ何年ぶりかに入ったみたいなこと言ってあまあ、ね、<て>その、朝に締めで牛丼を食べるという行為自体が、 やっぱりね、年々しなくなってくことですからね。まあ、ラーメン行くか牛丼行くかで言ったら、うん、まあ、あの、相場さんは牛丼派だったっていうんですけど、うん、まあ僕としてはもうめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、どっちでも。はい,はい、まあね。でもなんか、ちょっと笑っちゃって。 まあね、そこまで行くとね。そこまで行って。で、そこら辺からの記憶が僕はないんですよね。ああ、まあ確かにそこまで長くいたら、そりゃ別に飲んでよが飲んでまえが記憶はうっすらしますよね。いや、もう、次の日一日丸々死んでましたけど。うん。いいんじゃないですか。その結果っていう。うん。やっぱり、そうまも思ったと思う。え、な、何をする本当にやっぱりもう最初で最後の飲み会になるんだから。嘘だろえ、それぐらいは。 先輩としてケツを持とうって言って。えやっぱ8時間頑張るかって言って。そんなことだったのあの笑顔は。<laughs> あの笑顔で、てっぺえって言ってくれた相馬さんはもういないじゃん。そうですね、もう。えま、2回3回飲みに行くようになったらすごい本物だなって思いますね、やっぱり。あ、はい、うん。ま、あでもよかったんじゃないですか回 ?3 回。はい、うん。ここから。ま、ここからさらにね。はい。また、あの、ことあるごとに、 あの、いかがですかみたいな感じで。うん、うん。それが一年にね、二、三回みたいになってきたらいいんじゃないでしょうかと。ええええ、いや、もう楽しそうで何よりです。楽しかったです。はい。